こんにちは。今日は稽古がとても遅い時間からあるので、夜できたらするけど多分できないかもしれないので、15分だけ今ちょっと身支度しながらやってから行きたいと思います。前髪が今日前髪がなんか今すっかりもうダメだ。HKT48 です。セリフを覚えるの苦にならない？セリフを覚えるのね、大変ですね。けど、慣れちゃえば、なんかダンスと一緒で覚えちゃえば楽しいけど、覚えるまでが大変っていう。ダンスと一緒です。こんにちは。夕方配信。内容変更あった？いや今日あるかな、ちょっと今日お直ししていく気がするので、こんにちは。稽古でもしっかりメイクするんだ。いやそうね、みんなメイクちゃんとしてきてるから割とメイクちゃんとみんなしてるから、なんかすっぴんだと血色悪く見えて体調悪いって言われちゃうから、まあそこまでじゃないですけど、恥ずかしくない程度にね。すっぴんはちょっと私血色が悪いので、すっぴんだとどうした体調悪いかって言われる顔してるので、そう、ちゃんとなんて言うんだろう、身だしなみ整える程度にさすがにちょっと整えていきますよ。なんかやる気も入んないしね、気合が入んない、メイクしないと。オフの時はメイクしないんで、なんかオフの感覚になっちゃうから、なんかなるべく仕事の時はなんか絶対メイクします。うん、女の子ってそうなんですよ、多分。なんか気合入りません、メイクしないと。気持ち的にね、無理にダメなんですよね。メイクしちゃダメだっていう仕事だったらしないですけど。ショールームはまあ仕事の感覚でやってないのでね、ショールームは、うん、でも完全にオフではないけど、プライベートっていうわけでもない、気持ち的には完全なるプライベートでもないけど完全なる仕事でもないので、うん、そこはご理解ください。うん、エナドリで気合い入れる方もいますよね。仕事の内容でメイクあったりする？しますね。まあステージの時と普段のあれの時全然違うかも。今日はもう全然ナチュラル、10分メイクくらいです。
髪色とかでもちょっと変わりますね。コペットで落ちると演出しよったりする。見てからのお楽しみで。昨日のインスタライブ楽しかった、ありがとう、見てくれて。いや稽古ってでも何時まで、あるか分かんないよ、いつもあんまり。なんか日によって。会う時はバチバチにメイクする素晴らしいです。メイク代大変。そう大変。なんかスキンケアとかもさ、スキンケア用品とかも今日さ、なんか買い物行ったりしたんです。朝から、朝からっていうか、まあなんかそういろいろね、今日もなんか朝から行動的にキビキビ動いてたんだけど、買うものが多い女子はうん。でなんかなんて言うんだろうな、いろいろお金がかかる。舞台の時はちょっと下ろすかも。髪の毛は下ろしてるかな、結ばないか。 T シャツもらえ、あ多分最後にもらえるかな、うん、終わったらアフタートークで着るみたい。そう舞台が完全に終わればもうもらえる気がします。今日はちょっと稽古が遅めなので、配信してから行きます。はい、稽古頑張ります。ダービー買うの決まってないな、やばいね、見とかなきゃ。セーラー服見れません。結構充実してる。そうグッズね、グッズはなんか今回まあその私たちの舞台、そうマーキュリーとかも携わってくれてるから、グッズがいつもより種類豊富でいろんなグッズを出してくれて出てるんですよ、出せてるんですよ。だから結構ちゃんと作ってくださってて、めちゃくちゃ体調悪いです。薬飲んで寝ましょう。ご飯食べて。そう赤誕生会の日も結構あるよ。そう体操着はね、まあ買ってくれる人 いるとは思うけどおもろいね、めちゃめちゃおもろいね。学生証いいよね、キーホルダー。缶バッジをゲットした、よかった。やっとやっと、ということはパーティーじゃん。体操服着てきてたらおもろいよね、マジで。体操服ってか、なんか。なんか体操服着て見てる人が結構いたらちょっとマジでおもろいかもドレスコード体操着、体操服のグッズみたいな感じだったらめっちゃおもろい。白の方の T シャツドレスコードだったらマジで面白いかもしれん。かなり投資した。ありがとうね。
気が散るか。さすがに、さすがに気散るか。確かに面白い。今日、あ、昨日さ、村民シャツは TPO に引っかかりますね、多分ですね。なんかあんまり、そうだね、セーターティーとか着てない方がいいんだよね、多分。前回のこれも転売の時はなんか着てきてる人がいなかった、ありがたいこと。そう、皆さんなんかちゃんとルールを守ってくれたんですけど、だからそういうの書いてないので、公式とかにも、だから公式が発信してるとかでもないから、なんか公式ルールがわからないけど、まあ生誕着を着てくる人はいなかった。そう、テニス部っぽい感じでテニス部っぽい感じ。お、剣道着しかもなんで剣道着持ってんの。いや、どうなんですかね。HKT とのいや、どうなんですかね。いや、でも昨日もちょっとなんかそういうインスタライブで話になったけど、ちょっとなんか TPO をわきまえてください的な雰囲気でしたよ。まあ普通に私服の方がいいのかな、私服というか、うん、どうなんでしょう、それが無難なのかな。そうですね、そうそう、チアペンライトはそうないです。生誕って家で私服見たことないオタクとかいそういるね。逆にその舞台の時でしかあんまり私服見れない、私服姿見れない的な人もいそうですよね逆にね、うん、いつもね、現場で生誕って生きてきてくれる方とか確かにレアな私服姿そう、配信はないね、配信はないですよね、今、うん、ない予定ですね。体操服とか2回目以降そうで、生誕っていけるってよりかはグッズの T シャツ着てくれたら嬉しいですよね。嬉しいでございます。そう、ロゴ控えめでいいや確かに控えめです。うん、ちょっと着やすいとは思うよ、黒とかは特にね。白はちょっとそうね、マジで体操着感はあるかも、体操服感は。なんか最近、あ、1780ありがとうございます。最近ちょっと風邪とか流行ってるみたいなので、皆さんちょっと気をつけてください。うん、ちょっと風邪流行ってるんだよ多分。そうそう、結構ごほごほ言ってる人多いから、ちょっとなんか分かんない、ちょっと気をつけて。分かんない、あれかな、季節の変わり目だからかな、体調不良気をつけて。
うん、学級閉鎖はそうなんだ。ありがとうございました。アーリも気をつけます、ありがとう。13位のんたさん、12位丸くなってさん、11位バラさん、10位カメさん、9位双眼鏡さん、8位ひろゆきさん、7位なおさん、6位ペンギンさん、5位まっちゃん、4位 MJ さん、3位ぞうきんさん、2位ほくぺぐさん、1位たいちゃんです。ありがとう、結構頑張ります、ありがとう。ちょっと微妙な夕方の時間にありがとうございました。頑張るね。では行ってきます。ありがとう。バイバーイ。